常念つかさチャンネルニュースの虎ラガがおおはい始まりました皆様面白かったら高評価のボタンそしてチャンネル登録ねさらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいですあと内容気に入ったら thanks ボタンでご支援くださいよろしくお願いしますいやロシアがね内戦なのかななんか大変なことにあのなってきましたであのことの発端はですね昨日ね あのノエルレ、えー、ノエルリポーツ並びにですね、その他ネットメディアがですね、一斉に報じた、プリゴジンのね、発言なんですよ。でね、ノエルリポーツのね、そのま、原文がちょっとあるので翻訳してお届けしたいんですけど、えー、これ、ね、タイトルがね、自称皇帝プリゴジンが再登場というふうに書いてあってね、まあ、なんてプリゴジンが言ったかというとね、こんな衝撃的なことを言ったんですよ。ウクライナは8年間ドネツクを爆撃しておらず、ロシアの陣地だけを爆撃している。 ウクライナ軍は NATO 兵士を率いてロシアを攻撃するつもりはなかった。ロシア国防省は国民と大統領を欺いていると。えー <laughs> そうなのと。 ねえ、いわゆる進路派が言ってたですね、まあその、ウクライナが侵攻されてもしょうがない理由っていうのを全否定するみたいな内容なんですよ。これ他にもね、えっと、日本のロタンさんっていう方ね、私の,のよく見てるアカウントですけど、ロタンさんもですね、このまあ、プリゴジン発言ね、動画付きですよ。動画付き。ロシア語の動画付いてますので、ロシア語わかる人はこれ、その通りだってことを確認してくださいね。えー、いわくね、ロタンさんね、えー、ウクライナ軍が8年にわたり、ドンマス人民を虐殺してきたとか、NATO とともに大攻勢をかけようとしているといった話は、全部国防省の嘘だ。 この戦争は軍事的功績を欲したショイグ一味とウクライナの利権を狙う一部オルガリ、オリーガルヒが起こしたもので大統領とロシア社会が騙されたんだというようなことを言ってですね、ええ、そうなのと。まあこれちょっと大騒ぎにあのなりつつあるわけですよね。で、私がね、まあいつもあの、 参照してるね。テンダーさんというオシントアカウントもですね、このノエルレポーツをですね、まあ引用してですね、えー、プリゴジンは8年間にわたるクレムリンの言説に公然と反抗するだけではなく、プーチン大統領が特にこの戦争を開始したと名指しした2つの主要な理由をですね、嘘だと。ね、もとんでもね嘘だというふうにまあ言ったと。ね。でまあそれがさっきのですね、そのウクライナの人民はウクライナ軍に攻撃されていた。ウクライナ軍がウクライナ人を殺してるんだみたいなまあこれ嘘だと。ね。さらに NATO と結託してなんていうの嘘だと。 ね、いうことを言ってしまったんですよね。で、どうもですね、このプリゴジンはですね、ロシアのシステムを変えることを望んでいるのではなくて、ね、自分をね、 ね、そのシステムのもっと上の方に持ってこいみたいな、そういうことを要求してるんじゃないかと、テンダーさんは、あの、言ってます。えー、ロシアのシステムを変えることを望んでいるのではなく、それを継承したいと考えており、最も弱い部分、つまり、ショイグと残りの無能な取り巻きをね、まあ、追い落とすことをね、狙っているのじゃないかと。で、こいつらを取り除けば、大統領就任後のロシア最強後の男として、えー、まあ、結構、えー、権力をですね、えー、確固たるものに、えー、することができたと、えー、できるだろうと。で、プーチンを直接打倒するのではなく、傍観者に、えー、 追いやるのでもなく、えー、自らをプーチンの直接の後継者として位置づけることこれが、ね、どうもプリゴジンの狙いなのではないかというふうにテンダーさんは分析しています、まあこれはあ,のまあ、あくまでもテンダーさんがそういうふうに見ているということで、ね、本当にそうかどうかは分かりませんでロシア政権の、えーまあ、不安定さというのはです、ねまあ、テンダーさんいわけね、まあ、これく非常に悪名高くです、ねまあ、みんなが知っていることで、えー、特にです、ね、プーチン大統領のまあ全面的な不信感がです、ね、結局のところプリゴジンの主な障害となっていると。 でショイグは確かにすでにプーチンの膝の上に乗り、えーまあえー、プリゴジンがいかに危険であるかということをねまあ語っているんだけれども、まあ、プリゴジンもそれを黙って見ているわけではないと、ねえー、ということで、まあ、ちょっととんでもないことが起こりつつあるなと。で、テンダーさんはですねもう立て続けに、えー、これね、言ってまして、えー、他にもねこんなこと書いてます。 とですね、天野さん曰くね、私が以前コメントしたプリゴジンの独白の残り部分は、実際にはロシア政権にとってははるかに破壊的だと。プリゴジンは基本的にずっと疑われてきたことを裏付けている。2022年3月に見事に失敗したロシアのキーウ侵攻は、えーまあこれ、まあこれによってね、まあこれをディスることで、まあその自らの政権交代を目指していたと。で、さらにね、別の疑惑も、えー、あると、えー。彼はですね、メドベチェフックが意図された傀儡だったというと。 プーチンにとってメドベジェク。メドベジェクってのは要は、あの、ウクライナの裏切り者でね。野党の指導者だったんですけどね。進路派のね。はい。メドベジェクがいかに重要であることを強調してえおくが、メドベジェクの娘は、えープーチンが名付け親なんですよ。ゴッドファーサーなんです。はい。 で、そのプリゴジンはそのメドベチェクね、プーチンが可愛がってるウクライナの傀儡をですね、えー、卑怯者だと、ね、卑劣な奴だと呼びですね、えー、要はそのメドベチェクがウクライナ全体から、まあいろんなものを略奪することがね、要はその一部のオリガルヒって言っのはこのメドベチェクのことなんですよ。ね、こいつの利権でね、で、そういう嘘でっち上げて、ウクライナ軍がウクライナ人を殺しているみたいな嘘をでっち上げて、まあこの侵攻はね、まあショイグなどのね、そのまあ無能な取り巻きによって計画されたというふうにまぁ、批判しているわけですよね。はい。ということで、 これちょっとやばいなとどこまで行くんだと思ったらですね公開情報でですね こんなの出てました。これ、朝日新聞なんですけどね。朝日の亡くなる日、平和の日なんですけど、えー、ワグネルのプリゴジン氏、武装放棄を宣言。ロシア当局による逮捕もということで、えーって感じですよね。はい。ウクライナの民、あ、ウクライナごめんなさい、えー。ロシアの民間軍事会社、ワグネルの創設者、エフゲニー・プリゴジン氏は23日、SNS に投稿した動画で、軍幹部の暗悪事を止めなければならない。抵抗する者はすぐに、えー、壊滅させると、えー、述べ、武装放棄を宣言した。えー、これに対して、ロシア国防省は、情報による挑発だと反発。 ロシアのメディアによると、えー、ロシア、えー、連邦反安局 FSB はプリゴジン氏の行動をめぐって刑事事件として捜査を始めたという,というふうに書いてるんですけど日経新聞はねもっと、ね、踏み込んだ記事がね え、出てまして、ワグネル当局、ああ、えー、ごめんなさい、ロシア当局ね、ワグネル創,出、えー、創設者に対し、捜査開始、反乱の容疑でと、もうそのものずばり書いてます。え、タス通信の報道をね、引用してですね、FSB がワグネルのプリゴジン氏の刑事訴追に向けた捜査を始めたと報じたと、武装反乱を呼びかけたとの疑いが持たれている、ワグネルはウクライナ東部の激戦地バフムトの戦闘で大きな役割になったが、最近は国防省との対立が深刻化していたということで、まあ例の動画ですよね。はい ウクライナロシア軍の空爆によってワグネルの多数の戦闘員が死亡したというふうに、ねまあ、その動画の中でまた別途、ね、こういう風に述べていて正義の更新を始めることでこの悪,を悪に対抗すると述べたと。 えー、で、インターファクス通信によると、ペスコフ大統領、えー、報道官は、えー、プーチン大統領がプリゴジン氏の発言を把握しており、す、え、べ、ー、て重要な、す、え、べ、ー、ての重要な措置が講じられると表明したと。えー、プリゴジン氏は同日別の動画で、ショイグ国防省ら軍上層部が、自らの利権のためにプーチン氏を騙してウクライナ侵攻を始めたとも主張、プーチン氏が説明してきた軍事行動の根拠を否定する発言をしていたって、これはさっきのやつですね。はい、ということで、これどうなるんだということなんですが、あのー、実はですね、 なんかあの、モスクワが結構バタバタしているみたいで、えー、これテンダーさんがですね、2時間前に、あの、ツイートしてるんですけれども、えー、ルビコン川を渡りました。えー、ロシアの政権メディア、RIA によると、FSB は武装反乱を呼びかけたとして、プリゴジンに対する刑事事件、えー、まあ、刑事、えー、まあ、捜査ですよね、を開始したと。えー、ペスコフ氏はまた、えー、プーチン大統領に知らされていると発表した。心ここから戻ることはできません。えー、というふうに、あの、言ってます。で、さらにですね、 ちょっとね、えー、これね、えー、ロストフ州、えー、なんですけれども、なんかあのロシア軍がですねあの、まあ、ロストフ州の中に展開していると、これ、ウクライナに近いところで、ワグネルが、ね、物理的に、ま、あのウクライナに展開しますから、ここにワグネルの部隊がいると思うんですよね。で、さらにですね、えー、っと軍用車両がモスクワの政府地区に移動し始めていると。 えー、この文献体には、えー国,家えー、国家情報院かな、まあ、あの要は、えー、その政府施設を守るような命令が出ているらしいということで、どういうこととで、さらにですね、えー、こいつですね、えーっと、スロビキン将軍がですねアサルトライフを、ね、フルを、ね、この右にこう構えながら、ですね、えーワ,グネル戦えー、ワグネルの,、ね、そのまあ兵隊たちに、ねまあ、アピールしていると、ね、パニックなんてありえないと、ね、来るならいみたいな。 動画をアップしているということで、ロシア国内がですね、ちょっとこの件で騒然となってきたんじゃないかなと、まあ、いろんな情報があのいろんなところであの出ております。まあ、あのどうなるかね、はいあの、最近私がフォローしているです、ねえー、トレント・テレンコさんもですね、えー、ちょっとここあの、すごく騒がしくなっている27分前のツイートですね。はいえー、っと あ、20あこれは関係ないんですか？ごめんなさい。あの、この人もですね。やっぱりあのロシアの国内がですね。騒然となっていると、えー、いうことをですね。まあ、あの言ってますので、ひょっとしたらひょっとするかもしれないと。まあその戦いのね。 まあ、そのボルテージというか内戦のボルテージがですね、まあ、結構上がっているとで一応ね、ね私を監修してくれているあの、まあ、あの専門家にもですね、まあ、確認したんですけど、まあ、基本的にはまあこれ権力闘争だとよほど軍と情報機関が対立しているのか、まあ、それとも付加しているのかよく分からないと、まあ、ただ、もうちょっとねここまでことに至っているので、まあ、本当に対立しているのかもしれませんとで、えー、いずれにしろ、ねまあ、プリゴジンがやっていたのはプーチンの取り巻きへの批判であるように見えるとでまだプーチン批判には至っていないと。 でプーチンはまあ今のところロシアの国体そのものであり、まあ、ポリプリゴジンは一応それを誤示しようとしているように、ねまあ、そのまあ見,せ見せてはいるんですよプーチンがもう間違ってたとは言ってないと、ね、その取り巻きはプーチンを騙したんだという言い方でプーチンはまあ擁護していると、まあ、ただそのプリゴジン自身もです、ね、追い詰められてもいつかあるか分からないと。 まああの、割とね、ロシアとかチャイナっていうのはまあ力の信奉者ですから、力関係によってですね、いうことコロコロ変わりますので、まあこの辺をちょっとじっくり見ていく必要があるかな、というふうに思います。まあそんな中ですね、まああの、戦争の方はね、今まあどんな状態かというと、まあロシア軍がですね、武装ヘリを使ってね、まあウクライナ軍を効果的に撃退しているというのはこれはまあ事実のようです。まあとはいえですね、ウクライナも戦法を変えましてですね、 はい。あの、衝撃とイフみたいなね、ドーンという、まあ攻撃一回やってみたんですけど、どうもうまくいかないということで、今ちょっとこれからですね、やり方を変えてまして、えー、二つね、あの、大きな、あの、事件があったんですね。あの、一つはですね、えー、と、チョンゴル橋って言ってたかなあの、クリミアとですね、えー、と、クリミアとあの、えー、その、えー、あそこね、えっ、ー、と、ヘルソン州を結ぶ橋なんですけれども、えー、これね、これ、テンダーさんのこれ、まあ、えー、テンダーさんの、 え、地図なんですけどもう、ね、クリミアへの補給のね、この一本の沿線に向けてで,ですね、今徹底的なですね、このまあ、ストームシャドウなどによるですね、遠距離長距離攻撃でボコボコにしてます。で、このチョンゴル橋はですね、まあ、かなり破壊されてですね、えー、ルートがね、もうね、一個潰れたんじゃないかと。 言われてるんですね。で、テンダーさんがですね、昨日ちょっと、あの、えっ、ー、と、地図をね、アップしてたんで、それをちょっとね、あれば皆さんにお見せしたいんですけど、要はですね、今、あの、ヘルソンの方にものすごい迂回していかないとですね、ロシア軍はその、まあ、補給ができないという状態になってて、で、それがですね、まあ、ほぼね、あのー、丸1日ぐらい、あのー、余計にかかるルートらしいんですね。丸1日っていうか、倍ぐらいかな。あのー、倍ぐらいなんかかかる、その、ルートらしいんですよ。 で、そっちにこう迂回しなきゃいけない上に、迂回するとですね、全部ハイマウスの射程に入っちゃうらしいので、まあ、ロシア軍のその補給が非常に厳しいと。で、今もう水もないし、で、弾薬もですね、まあ、縦に運べたのがぐるっとこう回ってね。 こう、は、まあ、えっ、ー、と、こっちから見るとどうなんだこう、こう行けたのは、こういう風にしか行けなくなってしまったということで、こう言ってる間に、こう、撃たれる可能性があると、ええー、いうことで、まあ、攻撃をしていると。あとね、まあ、一個ね、ちょっとどことは言いませんけど、大きな弾薬庫がですね、まあ、ストームシャドウでも、ほとんど消し飛んで、まあ、なくなりまして。だから、徐々にですね、その、ロシアの前線部隊っていうのは、3日分ぐらいしか砲弾がないらしいので、まあ、時間が経つにつれてですね、まあ、だんだんその、えー、武器はあるけれども、砲弾がないみたいな状態になっていくと。 で、あと問題はですね、その武装ヘリですよね。まあこれをどう攻略するかということで、まあウクライナ軍もね、あの、まあ、あの、ロシアの武装ヘリ、ハインドってやつですけど、あれを撃墜したみたいなことをね、ちょっとアピールしていたんで、まあ攻略法が見つかったかなと。はい、いうことで、まあ今ですね、まあロシアがこうやってこう揉めてる間にですね、まあウクライナ軍はまあ、ええー、いろいろとですね、このロシアのね、まあ要塞陣地攻略のために、まあまず地雷を剥がして、 ね、次に龍の葉剥がして、残酷をね、相当してっていう感じで、まあ、じわじわと、えー、進んでいると。まあ、それをやっていくためには、まずその、えー、枯渇させてしまえばいいんですよね、補給をね。はい、まあ、これ、実はあの、あの、ヘルソン攻略した時もまあ、こういうやり方で、実はまあ、そこそこ犠牲も出ていたんですけど、あの、じわじわとですね、まあ、補給を剥がしながら、 えー、一枚一枚ですね。まあ、皮めくっていくように、まあ、やっているという状況でございます。まあ、そんな中ですね。まあ、ロシアがね、えー、内戦みたいな形で混乱すれば、また補給が滞ってね、ますますロシア軍、前線のロシア軍ね、孤立していくと思うので、まあ、今後の展開ね、注目していきたいなと思います。まあ、モスクワでちょっと不穏な動きがあるので、なんか大きな動きがあったら、またすぐね、動画アップしようかなと思いますので、ぜひ皆様ご期待いただければと思います。ということで、今日の内容面白いなと思った人は、ぜひね、高評価のボタンと、チャンネル登録お願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら、 ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー